はい、どうも、熊さんです。今日のニュースはこれ。はい、TBS がやらかした。はい、ついに起こってしまうんでしょうか。人類二度目のバイデンジャンプというですね、そういうお話でございます。今ですね、ネットが騒然となっています。今ネットがね、騒然、TBS が何かおかしなことをやろうとしているぞということでですね、今騒然となっているんだけど、これ何かっていうとですね、今 TBS がですね、YouTube 上であるアンケートを取っているんです。まあこれいろんなアンケート、まあいろんな方がですね、取っているアンケートと同じ内容なんですよ。要するにですね、今の自民党総裁選の4人の候補者のうちあなたは誰を支持しますかっていう、これね、もういろんな方が取ってるアンケートですね。ちなみにこのアンケートですね、これね、ほら田村淳さんもこの間取ってましたね。これ全く同じアンケートですね。で、田村淳さんのアンケートですね、もう間もなく締め切りですよ。あと5分で締め切りです。なんと40万票入ってます。とんでもない数だなこれね。40万票の方がですね投票しているんだけれども、これね、このパーセンテージ割とグリグリ動いてですね、今のところですね、今というかもうこれ逆転不可能ですな。今1位我らが高市さんでございます。高市早苗さん、ダントツの1位、 57.1%。2位の河野さんにですね、ダブルスコアでございます。河野さんはですね今 27% で、高橋さん 57% ですから、うん、河野さんの2倍以上の票を獲得して、1位でこのアンケート終了となりそうという形でございます。で、これねかなり民意を表してるんですよ。なぜかっていうと、僕みたいなですね、高橋さん大好きとか言ってるやつが取ってるアンケートだとやっぱ高橋さんに偏ってしまうんですよね。このでもね、この田村淳さんというのはですね、基本河野さん推しなんです。まあ、マスコミ側の方ですからね、河野太郎さん推して推して推しまくり側なんですよ。だからこのアンケートもですね、この開催したですね、最初の数時間だけはですね、河野さんが1位だったんですね。うん。でね、このアンケートをやってる方のことに気がついたですね、高市ファン、岸田ファン、そして野田ファンですね。この3候補者のですね、ファンがですね、お前勝手にこっそりそんなアンケートやってんじゃねえぞということでですね、この3候補者のですね、ファンがわーっと押し寄せまして、一気にこの3候補者の数時間伸びていってですね、で、やっぱりですね、高市さんですよね。高市さん人気がダントツという形でですね、高市さんが1位をダッシュしたというような形になったこのアンケートがあるんですけれども、これとね、似たような形でね、TBS のアンケートもですね、ね、TBS はね、大マスコミでございます。はい。そして大マスコミは今誰を推してるかご存知ですよね。はい。もう河野太郎だ、河野太郎だということですね。河野さんを押して参るみたいな感じでですね、河野さんを押してるんですよ。でね、そのね、TBS が取ったアンケートですからですね、これね、スタートした時点はですね、最初のね、これ今19万票まで伸びています。で、最初のね、僕ずっと見てたんだけど、最初の2万票ぐらいまではですね、河野さんが1位だったんですよ。ね。このね、TBS でね、卑怯のことにね、このアンケートを、大々的に公表しないでですね、自分の身内の中だけで終わらそうとしたんですよ。TBS ってこれ、ね、TBS とかね、テレビがね、よくやってるアンケートってですね、実はあれ、母数が1000人くらいだったりとか、めっちゃ少ないんですよ。自分たちが知ってる人に電話をかけまくって、この人はきっとこう答えるだろうというのが分かっている方にだけ電話をしてですね、アンケートを取ってですね、そして、あ、やっぱり河野さん大人気とかわけのわからんことを言ってるんですよね。これネットでアンケートを取ったらですね、もう本当にいろんな方がね、投票に来ちゃうから、本当の民意がここに出てきてしまうんですよ。で、これを知ってる TBS はですね、このアンケートをですね、こっそり取ってたんですね。最初の1時間2時間くらいはね、ほんとね、こっそり取ってた。最初の2万票くらいまではですね、河野さんが圧倒的1位だったんですよ。ね、なんかおかしいね。この今の民意の状況で河野さんが圧倒的1位っておかしいでしょ。うん。でもね、そういう状況があったんですよ、最初。うん。でですね、これに気がついたですね、高市ファン、そしてね、岸田ファン、そして野田ファン、この3候補のファンがですね、TBS てめえこっそり何やってんだこの野郎ということでですね、この3候補のですね、ファンがですね、これ YouTube 上でこれ一気に拡散したんですよ、これ。YouTube でこれニコネはですね、ニコネとか僕は高市さんファンだから、高市さんのファンにですね、こういうことやってるぞってこう告知をしたわけだけど、そしたらね、告知をした瞬間にですね、一気にこの状況がまた動き始めたんですよね。うん。で、ね、こう高市票が、もう岸田票とね、野田票も結構伸びたんですよ、そっから。うん。で、ただね、高市票がですね、ぐんぐん伸びていてですね、僕の見ていた感覚だと、これ4万票前後くらいで、もうね、河野さんを抜いたんですよ。あっという間に抜いていったのね。うん。抜いていって、そしてぐんぐん伸びて、6万票か7万票の時点でですね、この現在の形になりました。はい。河野さんが 38%、で、岸田さん 9%、高市早苗さんが50%、半分以上獲得と。そして野田さんがですね、3% というような形になったね。これがね、6万票から7万票、まあ7万票にしとこうか。7万票時点でのこの結果です。そして、すごいことに、こっからが大問題。はい。7万票からですね、19万票まで伸びてるんですよ。ね？ね？にもかかわらず、この投票の割合が変わってないんです。つまり、集計されていないんです。
はい。これでですね、高市ファンが大激怒。おい、高市さんのですね、これ、票のね、数はですね、これ 50% どころじゃないぞと。うん。あのですね、田村淳さんの票ですね、田村さんのこの投票っていうのは、これね、1週間以上前からやっていたんですね。1週間以上前からやっていて、で、高市さんの票っていうのはですね、ここ1週間、2週間で一気に伸びてきてるんですよ。ね。もう1週間前、2週間前よりも、高市さんのことを支持するっていう方の声はね、めっちゃ増えてきてるんですよ。だからね、これ1週間以上前からやっているこの投票っていうのはですね、実はですね、今現在の民意をあまり正しく表してないんですよ。ね、今やったらね、60% とか、下手したら 70% 超える。これがですね、高市さんの応援する方の数なんですよね。うん。っていう形なんですよ。にもかかわらず、なぜか高市さんのこの票が 50% で止まっていると。しかも岸田さんとか野田さんもですね、この 9%、3% っていうところから全く伸びてないんです。で、河野太郎さんも伸びてないし減ってもないという状況で、この状況で固まってしまってるんですよ。ね。でですね、これね、ニコネーがですね、これ細かく追ってくれていて、で、ニコネーのね、これ、いつだっけ？これ16時間前ですわ。これ16時間前の状況もこうなんです。ね、今の現在の状況とほら変わらんの、一緒なんだよ。で、ニコネーがね、がっつり追っててですね、その後、その2時間後もね、また乗っけてくれてて、2時間経っても変わりませんって言ってるんですよ。そしてさらにニコネー、これね、今日のお昼だから、何時間後、12、3時間後くらいでも17万票になってもですね、全く動いてないと。なんなんだこれはということですね、ネットが今、大笑わになっていると。ネットが大笑わになっていて、そして今何が言われているかっていうとですね、これ TBS がこれをやろうとしているぞと。はい、バイデンジャンプ。はい、バイデンジャンプ。皆さん、バイデンジャンプってご存知ですか？はい。今から10ヶ月ほど前にですね、実際にアメリカで起こった、恐ろしい出来事なんですね。あのね、これね、バイデンジャンプっていうのはですね、これ、ハイジャンプの飛び方でですね、背面飛びとかですね、あと、ベリーロールとかですね、あと、正面飛びとかね、すごい飛び方とか、いろいろあるんだけれども、これね、バイデンジャンプっていうのはですね、現在、アメリカの大統領であるですね、バイデンさんだけが使えるですね、特別な飛び方でございますな。で、一般的なですね、この背面飛びの飛び方としてはですね、これなんですね、トランプさんの、ここトランプさんのね、トランプさん、ほっ走ってきてですね、美しいこのね、背面飛びをやってるわけですよね。これ、飛んだら綺麗なこう円形を描いてですね、放物線を描いてですね、こう飛んでいくと。でもトランプさんね、まあ、実力ございますから、ね、振って足。これ、やっぱ綺麗な放物線を描いて、ね、この高いハードルをクリアしていくと。これがね、通常の、ね、背面飛びでございますな。で、バイデンさん、世界でですね、人類でバイデンさんだけが使えるこのバイデンジャンプ、これは一体何なのか。こちらでございますな。バイデンさんですね、ひょこひょこひょこと、よた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 って、おろろろろんとこ走っていくわけですよ。バイデンさんも、細い足でのもう今、よたよたでしょ。壇上徘徊するバイデンとかありましたけども、ヨタヨタしてるじゃないですか。だから、ね、あんまジャンプ力ないんですね、バイデンさんね。だからね、ジャンプをするけれども、これ、ハードルに届いてない、ちっちゃい放物線を描いてですね、そんな飛ぶんだけれども、全然ね、目標に届いてないんですよ。しかし、ここでね、ここからがバイデンさんの本領発揮でございますな。見てみてください。ヒョン飛ぶでしょ、飛んだ後で、ここで、ヒョンって。ここでヒュンって上がるの。これ見てこれ。ワープしてんのこれ。これでヒュンって上がるの。これがバイデンジャンプなんですね。もうなんか逆に分かりにくいな。これな。こっち見て。これで、この表を覚えてらっしゃる方いらっしゃるんじゃないのかな。これですね、ウィスコンシン州でしたっけ。そうだね。アメリカのね、大統領選挙の時ですね、ウィスコンシン州でですね、投票の後ね、当然集計が行われるでしょ。うん。で、ほら、これ集計のね、これ流れなんですよ。これ集計スタートしてですね、両陣営ともよく頑張っておりますと。しかし、この辺からですね、やっぱトランプさんね、恐ろしいくらい人気がありましたから、やっぱりトランプさんとバイデンさんはですね、これ、人気をだんだん下がってきちゃうんですね。ああ、トランプさんより、これはもう逆転無理かなと。うわ、トランプさんどこまで伸びるんだろう。ああ、バイデンさんも頑張ってるけど、これはこのだけ差がついたら無理だなということを見ていたところですね、ここでこの時点、この夜中の時点でですね、票が止まった、集計が一旦もう夜中だから、俺、ちょっと集計止めるわって、ね、集計所がね、票の数えるのをやめたんですよ。で、これね、僕ね、動画で見ててですね、これね、僕の動画でもこれ取り上げたけれども、あ、これはもうトランプさんの勝ちですわ、勝利だっていう動画を俺作ったんだよ。俺、この時点で作ったの。トランプさんの勝ちだと俺作ったんだけれども、その後僕寝てですね、朝起きたらですね、なんかヒュンって上がってる、これ、ヒュンって上がってるの、これ、なんだこれと、何これと、今までこんな角度で一生懸命ゆっくり上がってきたものが、なんでバイデンだけこんなヒュンって上がるの、これがバイデンジャンプ。で、これ結果としてですね、これバイデンさんがですね、ギリギリトランプさんに勝つっていうですね、とんでもない事態が起こったのよ。ね、僕はこの時点でね、トランプさんの勝ちって動画を作りましたと。そしてもう、ああ、これでいい夢が見れるわ、ということで僕寝たんですよね。で、朝起きたらですね、こんな事態になってたんですよ。で、なんだこれ、なんかおかしいことが起こってるって言ってですね、僕大急ぎで動画を作ったこの皆さん覚えてらっしゃいましたでしょうか。そんなことが、この時期起こってるんですね。これがね、有名なバイデンジャンプなんですね。で、このことがですね、みんなね、頭をよぎったんですよ。おい、TBS。お前、7万票時点で集計を止めて、
ちょっとあれですね、YouTube のトラブルで、集計できてませんでした、つって、ね、20万票とかなった瞬間に、河野太郎さんが 60% で1位になりましたとか、わけわからんことやる気じゃねえだろうな、てめえということでですね、Twitter 上がですね、ふざけんな、てめえですということで、大騒ぎになっているというようなお話でございます。んでですね、これね、この機能ですね、ちょっと僕解説させてもらっていいですか。僕ね、なんとなくわかってきたんだけど、これ、ね、YouTube の機能なんですよ。で、このね、アンケート機能っていうのはですね、登録者が1000人を超えている、YouTuber だけが使える、これね、機能なんですね。で、僕の登録者って今ですね、28万人とか超えてますから、僕使えるんですよ。でね、さっきね、使おうと思ってですね、ちょっと見てみました。うん。でね、ですね、結論から言うとですね、これ、なんでこんな状況になったかっていうと、多分ね、TBS の怠慢。TBS の怠慢と、あと TBS が慌てて集計止めたっていう、まあ、そういう状況だと思うんですよ。これ何かっていうと、どういうことかっていうと、今のこの状況はですね、これね、投票できるのよ。ほら、投票できるんですよ。でね、これ19万票ってあるんですよ。これ19万票っていうのは、ここをクリックした人間の数なんですね。で、これをクリックした人間の数なんだけれども、で、でもね、この右側にあるこの数字っていうのは、これね、当然集計した数なんだけど、この集計した数っていうのが、これね、7万票時点での、集計なんですよ。そして7万票に達した時点で、ね、TBS がね、これね、集計止めちゃってるんですよ。ね。TBS がね、こっちの集計だけを止めちゃって、でもね、総数のこの集計は止めてないんですよ。これ多分ね、YouTube の記録的に多分ね、止めれないんですよ。だからね、この投票自体はもう締め切ってるんですよ、多分。うん、この投票自体は間違いなくこれ締め切られてるんですよ。締め切られているにもかかわらず、投票自体はできちゃうのよ。しかしその投票した状況がこのグラフに反映されることはないんです。なぜかというと締め切っているから。でも、投票自体はできるから、ね、ここをクリックした数が投票になっちゃうから、このね、総投票数だけはガンガン伸びてるんですよ。ガンガン伸びてるの。でもこっちで表されてるこのグラフっていうのは、19万票を分析した数じゃなくて、7万票くらいの数を分析した数しかこう、現れてないんですよ。ね。で、こんなページね、はっきり言おうか、説明をする必要があるんですよ、これ。TBS としては。これね、だってここの数が増えていってるのにここ変わらんということは、これね、嘘のグラフなんですよ、これ。TBS が延々と嘘のグラフを、皆さんの、お手元に届けているという状況が今起こってしまっているんですよ。ね。だから、最悪の対応だけど、TBS としてはこれね、消すか、もしくはこの状況がどういうことなのかっていうのをですね、これね、この部分の文章に、この部分の文章にこの説明加えれるんですよ。何月何日の何時何分時点でこの投票の分析は締め切っておりますと。しかし投票行動だけはね、できてしまいますから、この投票総数と、この投票の分析の内容には乖離がありますといったですね、分析をこれ、説明をね、加えることがね、後からでもできるんですよ。でもそれをね、やってないんですよ。やっていないから今ね、大混乱が起きてるんですよ。ね。っていうのがね、多分ね、これ事実だと思いますよ。でね、これね、TBS ね、これね、例えば田村アッシャーなんかまだ堂々としてね、これね、一週間かけて、このアンケートの結果を取ってるんですよ。だからこれ田村さん、まあ、正直な方だと思いますよ。で、TBS はじゃあ何をやったかというとね、TBS ね、これね、投票を締め切るのがめっちゃ早かったんですよ。ね。もう下手したらね、多分ね、4時間とか5時間で締め切ろうとしたんですよ、こいつら。で、なんでそんなことをやったのか、ここから僕の推論よ。なんでそんなことをやったのかっていうところなんだけど、TBS のね、このアンケートってね、めっちゃこっそり知らんすよ、最初。でね、TBS をですね、見てる方なんて、もうテレビしか見ていない方ですから、河野ファンが多いんですよ。事実ですね、このアンケートスタートして最初の1時間、2時間はですね、河野さんが圧倒的だったんですよ。圧倒的だったの、本当に。ワンチャンね、岸田さん、高市さんにダブルスコアをつけてた瞬間もあったんですよ。ね。で、そんなことありえないけどね、実際はね。でね、TBS はね、これね、そういう風な状況になるの分かっていたから、短時間でアンケートを締め切るという設定にしたはずなんですよ、おそらく。ね。しかしですね、TBS の予想をはるかに超える高市人気。そしてですね、この TBS のにもですね、この調査の目を張り巡らしていたらですね、この、ね、岸田陣営、高市陣営、野田陣営を舐めてたんですよね。野田陣営のファンを。でね、これね、野田陣営も高市陣営も、岸田陣営もですね、この TBS のアンケートの気がついてですね、それぞれの陣営がですね、ツイッターで、皆さんこんなアンケートを TBS が勝手に取ってるみたいですから、皆さん投票お願いしますということをですね、呼びかけちゃったんですよ。で、TBS のですね、予想をはるかに超える速度で、各ね、河野太郎陣営以外の3陣営が気がついてですね、このアンケートにわーっとなだれ込んできちゃったんですよ。で、結果としてですね、高市さんが 50% という状況で、投票の時間が締め切りというですね、もう TBS の最悪の事態が起こったんですよ。おそらくね。で、もしくは、もう一個言うと、
高市さんがね、この 50% 以上の票を獲得しているっていうことをですね、TBS が見せたくないために、この 50% の時点で投票自体を締め切ったという可能性も僕はあるなと思ってます。うん。ただね、これ途中からね、その締め切りのね、時間を設定とかできるのかどうかちょっといまいちようわからんだよね。うん。できないような気がするんだけど、ただもしできるとしたらですね、こういうことも考えられるっていうこと。要するにですね、これね、これって民意じゃないですか。ね。僕みたいなですね、高市ファンが取ったアンケートであればですね、これ民意とは言えません。単なる高市ファンアンケート内のアンケートだろうという感じなんだけど、別に高市ファンではないですね。この TBS なんてどっちかというと河野ファンですからね。だからそういう意味で言えばこれも世論をね、正しく表したら疑問なんですよ。なんなら今もしかしたらですね、河野さんよりも岸田さんの方が上かもしれませんからね。いや、ほんとそうよ。そういうことだって考えられるんですよ。ね。ゴリゴリの河野ファンのですね、河野を押して押して押してまいる TBS がですね、取ってるアンケートなんて、まあそれは河野ファンがもう割合高くなって当たり前じゃないですか。ね。で、俺何言おうとしてたんだっけ？あ、そうだそうだ。で、その民意ですよ、民意。じゃあ、仮にですね、一応公平なテレビ局が取ったアンケートだとしますよね。でも、その公平なテレビ局のアンケートで、高市さんの得票率が 50% を超えてるんですよ。で、同じくですね、公平だと思われる田村さんのですね、アンケートも高市さんが 50% どころか 57% と超えてるんですよ。でね、これが民意じゃないですか。ね、テレビ局はよく言います。民意と政治家の自民党議員の決断は違うとかよく言って腐してるじゃないですか。だから民意をもっと反映するんだとかみんなテレビ局言ってるでしょ。じゃあ、テレビ局の言う通りにですね、民意を反映してみましょう。はい。この田村さんのこの結果ね、つい今ですね、最終結果出たみたいですね。高市さん 57%。はい。じゃあこの結果をですね、自民党の総裁選にですね、反映してみましょう。はい。もう、反映したらどうなるか。はい。決選投票にすらならず、一撃で高市総理が誕生します。わかる？ね、いつもマスコミが言ってる通りですね、民意が反映されていない、民意を反映するんだというですね、テレビ局の言う通りの行動を取ってみましょう。もう自民党の総裁選の議員投票なんか関係あるか。はい、民意こそが、国民の投票こそが全てだというですね、これを反映しましょう。はい、反映しました。高市さんない 50% 獲得。はい、決選投票にすらならず、高市総裁の、一撃で高市総裁誕生という状況になったわけです。はい。この状況に国民が気がつくのが嫌でですね、これ TBS がこのアンケート途中で締め切ったんではないのかなと。でもですね、ネットでこのことが大騒ぎになっちゃってるから、もう消すに消せないという、そういう状況が訪れているのではないかなと。僕そんな風に思っちゃうんだけど、皆さんどうでしょうか？どうでしょうか？はい。というわけでですね、もうなんかテレビ局はですね、もういろいろとですね、もう高橋さんのことを攻撃しているわけですけれども、すべて当てが外れる。簡単なんですよ。もうね、僕らがね、高橋さんを擁護する必要すらもうないのかなと思っています。うん。ないでしょ。高橋さんの実力が明らかにね、他の参考方から比べて頭3つくらい抜き出てるんですよ。もう体1つ抜き出てるんですよ。ね。高橋さんがテレビに映れば映るほど、高市フィーバーというのは起こっていきます。今やですね、もうテレビ局一生懸命隠そうとしてるけれども、高橋さんの本はもう爆売れてですね、僕本屋行ってもないんですよね。なんか横にね、河野さんの本はね、めっちゃ山積みになってんだけど、高市さんの本が積まれていたと思われるところはね、もうガラ空きでないんですよ。はい。今や高市さん、時の人になってます。はい。もうね、時の人になってもうまだ総理、もうすぐ総理だけど、まだ総理じゃないのに、もう時の人になっています。もはやですね、マスコミの妨害すら意に介す必要がないとなってきたこの高市人気。さあ、どこまで行くのか、楽しみですね。ということでですね、はい。TBS ですね、いろんな思惑を持ってですね、アンケートをやったみたいですけれども、はい。完全に空振りというですね、お話でございました。というわけで、熊さんの動画終わりたいと思います。バイバイ。